水谷研究室ではレーザーをいろいろ駆使して新しい顕微鏡を作っています。この顕微鏡を作る原理の一つは光第二高調波発生といいまして、このようにレーザーから2つの光の粒、光子が来て、それが試料の表面などで1つに融合して、そして倍の周波数の光が出ていく、この現象で SHG とも呼びます。もう一つの原理は光和周波発生と言いまして、2台のレーザーから来た色の違う光が、資料の表面などで一つに融合して一つの和の周波数の光子になりまして、そして出ていく、こういう現象でありまして、これを SFG と呼びます。これらの現象は、面白い性質がありまして、例えばこのようにその物質の構成単位が上下左右対称な場合、こういう場所では例えば SFG は金星になります。で、一方その物質の構成単位の対称性が崩れた場合、この場合 SFG が許容となって SFG の光が発生します。従いまして、例えばこのようにいろんな対称性の分子あるいは物質の構成単位がこう混じっていた時、普通の顕微鏡ではこれは何が何だかわからないんですけれども、このように SFG の顕微鏡で見るとこのように形が、特殊なものが色づいて見えると、そういうメリットがあります。で、私たちはこういう特徴を利用して、資料の表面や界面あるいは生体物質のキラルな部分、これらの中に機能を持った部分を観察できないかということで、その分布を観察しております。 Hello, my name is Hien. I am Vietnamese student. I'm very interested in research topic in our lab. And I am working briefly on some frequency microscopeFor observing the dynamic of hydrogen species on both flat and stepped silicon surface. And there is a long-distance microscope. Combining with the UHV chamber, this system is unique in the world and now is available in our lab only. And the sample in UHV chamber it can be moved easily.こちらは光和周波発生を起こすための冷気光源であるヤグレーザーと OPG OPA システムというものです。ヤグレーザーで強いポンプ光が発生して、それを OPG DFG システムというシステムで、いろんな赤外光の3マイクロンから18マイクロンまでの光に変えることができるといったシステムとなっております。水谷研究室、修士2年の内山です。こちらの研究班では、金を試料として扱っております。この試料はこのようにボタン電池のような形をしているんですけれども、実はこれ原子スケールで見ますとこのような階段状の構造をしております。で、私たちは、この金の試料にレーザーの光を入れて、この階段状のところから発生する2倍の周波数の光を観測しております。この2倍の周波数は私たちは SHG と呼んでおりまして、この場合ですとこの階段状になっているここの部分からだけこの SHG という光が発生します。このことにより、ステップこの部分だけの電子状態を選択的に観測することが可能となっております。この金というものは、実はその有害な一酸化炭素を無害な二酸化炭素に変えるという、酸化触媒という反応を持っておりまして、ただしその酸化触媒という作用はまだ詳しい気候解明がされておりませんので、私たちはこの金の試料に着目しまして電子状態を調べて、解明を目指していこうということを研究に掲げております。
My name is Siti. I'm a second year doctoral student from Mizutani Laboratory. Right now, my research topic is about probing electronic states as the Burey interface of the organic device. As you can see, the Burey interface on the organic device is hard. It's difficult to probe, especially by other instruments, instrument of characterization. However, with second harmonic generation experiments, I can probe this Burey interface very efficiently, and the information can be extracted. これはフェムトビオレーザーシステムです。私はこのシステムを使って新しい SHG や SFT の顕微鏡の開発を目指しています。僕はドクター1年の高山と申します。この研究はこの後ろに見えているこの強焦点光和紙波顕微鏡という装置を使って行っています。この強焦点光和紙波顕微鏡といいますのは、一応世界でここにしかない顕微鏡となりまして、僕はそれを使って、お米とか魚の鱗とか、まあ、虫の外皮とかそういうものを見ております。越前犬博士後期課程3年の尾形雄一です。現在色線形工学と金属ナノワイヤーのそういった研究を行っています。現在はその、まあ、光学素子のようなものの、まあ、応用を目指して、まあ、研究をしています。